でもなんか久々に嗅いだね、この乳首の匂い。うまそうな乳首の匂い。うわ、全然違う二人になった。やるばんにゃん。Tボーイです。Tボーイソウル編の2日目の夜です。はい、韓国の結構いろいろ行った特徴だけど、同じエリアに同じ料理のお店がめっちゃ密集してるじゃないですか。不思議だね。不思議なぐらい、なんでそんな競争するんだって。その中で今回行こうと思ってるのは、今日本で大流行してる乳首の聖地に来ましたと。ソウルの2号線で巡回してるところから外れたところにあるヨングってところから、まあちょっと徒歩15分ぐらいに離れたところなんですけど、これも後ろにある通り、もう乳首の銅像が立ってます。イダコちゃん系です。イダコちゃんの銅像が立ってます。客引きの人が珍しくいたね。客引きいたね。ちょっとやっぱこう熾烈な争いを繰り広げてるこの乳首タウンで、どんな韓国本場の乳首に出会えるのかっていうのを行ってみたいと思います。レッツゴー。チェックミーニー。アオー。誰がさ、よしここで集まってやろうって言ってんのかな、誰かが。それともあそこで乳首のお店に行けから、うちも乳首のお店ここに出しちゃおう。まあそういうことだろうね、多分。こちらが今こうメニューするもの全部乳首って書いてあるの分かる？ あれか、シュクミ。そう、シュ読める、読める。ちなみにね、一番人気って言われてるところがナジョンスンおばあちゃんの乳首屋さんってのが圧倒的に、ね、中もねすごい広々として、すごい並んでるし、すごい人が広い、うん、はい、現地人枠一回並ぶのもありだけど、そこじゃなくても美味しいところあるよと。あ、そうなんだ。もうフィーリングで美味しそうなとこ入ればいいってこと。一応このヨングドン乳首っていうオレンジ色のやつ、ほうほうほう、ここなかなかおすすめっていう風にまあ噂ではあったりとか、並んでないけど。他にはね、こういうインオネチュクミとかね、古墳チュクミ、古墳 4、5 種類かってか、4、5、6ぐらいか。シンプルに並んでもいいし、並ばずに入るのもいいし。あ、どうなんだろう、まあどっちも楽しそうだったら捨てがたいけど、まあでもあの吉野家みたいなとこ行こうよ。なんか安心感ある。日本人的に安心感、安心感があります。さすが吉野家、早い早い。ちょっとサムギョプサルも入れたいなって思って、なるほど、追加しました。それも早い。韓国に全体を通して提供スピードがめちゃ速くて、もう乳首だけ準備しとけばいいから、辛さ控えめにしてとかいう世界じゃない、言えなかった。次行、マヨネーズ。ちょっとおい、チョギオは気持ちだから。なるほど、伝えたい気持ちがあればこっち見てくれ。じゃーん、これはビールでしょう。これで3人前、はい、もう3って言った、入った瞬間に3っていうだけで3人前出る。1人前が1500円、15000円、300サルは9000ウォンで追加。もうなんかさ、韓国人ビビらせてくれる。そうそう、乳首だけはビビらせてくれる。あれはやばいって言ってる。いや、どうかな、いけるかな。うわ、わかるわ。ちょっとでも、辛さアンテナが弱いかも俺。でもなんか久々に嗅いだね、この乳首の匂い。うまそうな乳首の匂い。すごい、まあ辛い乳首だから、みんないろんな食べ方をするんだと思うんだけど、これもワキが言ったんだよね。はい、ぜひくださいって。ありがとう、救世主くださいって。まあ休憩、救世主ですよね。休憩で、これさっき見たんだけど、カレー粉だわ。カレー粉、あー、このカレー粉をつけると結構マイルドになるらしい。これもカレーで、甘いカレー。本当だ、甘カレー。カレーソース、カレーソース、カレーソース。いいカレーランと辛い、あ、カレーで味変を実現させるという。確かにブリンブリンだよね。いいタコ。燃やしている。美しい。あ、だんだん最初に見たさ、真っ赤なやつからちょっと赤黒く変わってきた。そうね。本当に辛すぎたらどうする。
ローム、メオムでケランチンって言ったわけ。ケランチン。やっぱケランチムが救世主らしい。そうなんだ。そうなんだ。ちょっと食べよう。で、食べていいらしいです。一番緊張するんだ。緊張の一瞬。いただきます。プルプル。めちゃくちゃうまい。うまいね。辛いの？大丈夫？その心配してない。もうね、辛いの確定してる。あ、それより、うわ、このタコうまってなんだ、タコうまいね、食感ももちろんだし、ジューシーというか、味っぽい感じ、プリンプリンって感じ、うまい。結構日本で食べるのと違うかもしれない、あの、タレが違う、タレが違う、甘くない、あんまり、うん、キリッと辛い、うん、でも、覚悟してた、はい、もう食べれません、ごめんなさい、ではない、まだ、あー、まあ、そこまで、ただし、痛いもん、やばい、辛い、辛いね。辛い？いや、分かったよ。うまっ、うん、普通に美味しい。違うね、あの違うよね、まずタコの食感が違うのと、味はただシンプルに辛い系、うん、多分じわじわ詰まれていく、そっち系、うん、なんか意外だった俺、全然俺は今辛くないけど汗だけは出そう、出てる、出てるぴょん、わ、ガッツリつけんね、いいね、マヨとエゴ、うわうわすごい、うわ全然違う二人になった、うんうんうん、マヨとチクミも合うし、エゴマとチクミもめっちゃ合うわ、そうだろうな、そうだろどう、いや、カレーさ、あのね、カレーの味しかしない、いや、だって、でもね、さっき見たけどね、つけすぎてた、あ、ほんと、これはね、これから楽しいぞ、うまいぞ、マイクチ、刺激がやばいかも、俺、あ、もう、来ちゃってる、あこのさ、これこのカレーソース、何が違うの、あ、カレーになっちゃうわ、あ、なるほどね、タコカレーじゃなくて、あーいい、それぐらいだね、あー何で2種類用意したの同じことやってる同じことやってるちょっと冗長かセロ、うん、この焼酎はね、昨日からめっちゃ飲んでるけど、ハマってるね、ちょっと俺、今喋れてないよね大丈夫だよ、やばいんだよね、大丈夫だよ、いや、いいです、せーの、じゃーん、うまこれからマッキー喋りません確かに全然うん、美味しそうに食うね、ダメ、ま、やっぱチクミって毎口違うから楽しいよ、あー確かにいつも言ってるんですそれ、豚うまい、そしてタコがもう全部でかい、タコを感じなきゃ意味ないですね、チクミは本当にもう、救世主登場、え、俺思ったんだけど熱いじゃん、そうそうそう俺全然救世主もないちゃ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 痛い痛いって言うまでを楽しんでんのかい、うん、熱くて痛いあ、でもちょっとまろったかも、まろってる、ちょっと落ち着いたら、もしかしたら本当かも、うん、か 軽い感じなんかずっと辛さがまとわれてたのかな、あー寒さみだー、結構平常心取り戻してきた、すごっ、嬉しい、うまいこんな辛くて結構味強いのにマジで飽きがこないんだよ、それね、俺も飽きない全然、チクミそれがすごいよね、うん、韓国来て初ポックンパ、そうだね、何年前ぐらいからチクミ有名なんで、西宮で20年、日韓ワールドカップだ、エゴマたっぷり、すごっ、緑
いやー、うまっしょごり。うまっしょごり、マスケッタ。いいや、いいですね。綺麗。アルマニアないけど。うまっそう。ちょっと待って。もう何も捨てなくなってる。口の中がめっちゃ辛い状態に熱いからもうすいません。俺この戦いで進化してしまったかもしれない。うん。あいいね、この食感の組み合わせで米と仕組みと美味しいですねやっぱり。あーちっちゃマシケット。ああいいわ。チクミ食べて思ったんだけど、日本のチクミってすごい日本人向けに作られてる。甘みが強かったり辛みが抑えられたり。そうだ。だからこれは韓国でしか食べれないかも。ソースがもうベースそうそう違う。どっちも美味しいけど結構違いが分かったんだ。なるほどね。これは本場で食べてみる価値があるってことね。だしこの店美味しかったんだよね。ごちそうさまでした。最初はめちゃくちゃ辛かったけど、途中からもうこの辛さに慣れてきて、タコの旨味とそしてそのタレと これ来てよかったの。これね、本当にやっぱ韓国の本場を食べるという意味では、マジでこれからもね、まだ明日3日目がありますので、3日目もまた本場の食べ物を食べようと思ってますよ。楽しみにしてます。はいはい、皆さんまた来週お会いしましょう。イエイ。たまには韓国で本場の味を楽しんでみんなもありなんちゃうか。バイヨンバイヨン。いい話できたね。2日目にして、うん、めっちゃ感じたことがあったけど、はい、最後に韓国人マジ早いな。あ確かに。店入って出るまでがマジ鬼早くて、うちらがさ1回楽しんでる間に2周ぐらいするもんね。全員変わった結果言い過ぎではないね。確かに仕事が早いんだよな。やっぱ日本人の飲み会みたいな、これを食べようみたいな、そんなにはっきりしてないこと多いから、そこの場でゆったりパハーンって話して飲むのが楽しいみたいなとか、ね、はい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 、はい、じゃあ次行こう。レッツゴー待って待って言わないで。これを なんというか韓国の皆さんのほら、なんとかなんだっけ、チャカチャカじゃなくて、あー分かった、はい、はい、分かった、分かった、カパカパじゃいい言っていい。パリパリ。